ッチャマ大好き。はい、どうもオカリンです。皆さん、このポッチャマ大好きっていうワードを、聞き覚えありますでしょうか。今現在ね、ポケモンセンターでポッチャマ大好きって言うと、なんかね、特別なポッチャマをもらえる引き換え券みたいなやつがね、もらえるんですよ。ちょっとそれね、友達がポケモンセンター行ってきたってことで、ちょ、言うてきてやって頼んだんですよ。ほんで、そのチケットをね、もらってきたんで、ちょっとまずそれをね、入力したいなと思います。どうした？なんで寝てんのお前。え、寝んの？あれ、いつも出しても寝えへんかったのに。目黒以来ちゃん寝てんのなあ。え、こっちか。こっちで入れんのな。オッケーオッケー。お、プロポチャのポッチャマって何それ。プロポチャって何？ちょっとぽっちゃりしてるってこと？デブのポッチャマ。おお、こんなん初めてやな俺やんの。ダイヤモンドパールの時もあったらしいけどね、俺一回もやってなかったからね。おお、これがプロポチャのポッチャマですか。放牧場を確認してみましょう。これか。あ、すごい、なんか右の数字がめっちゃあるね。111121。おや、プロポチャ。あ、プロポチャっていう人。なるほどな。なんか違うのこれ。つぶらな瞳を覚えてるみたいな、そういうこと？なんかちゃうんかな。ちょっとよう分からへんけど。運命的な出会いをしたようだ。ちょっと感動するな。ほんで、一応、ポッタイシが進化、多分36ですんのかなと思うから、とりあえずこれをポッタイシ、エンペルトにして、こっちのポッチャマはね、もう進化せずに最後までいきます。なんかちょっとこれ進化するまで待つわ。ほんで、裏で星5にする作業もやったんで、今回からね、新しいエリア行けると思います。おい、勝負し。楽しくこなしているか？見せてめえ。承認するランクアップの手続きだ。これでようやく半分ってすごない？え、俺もうパート20ぐらい行ってますねけど。なんぼどかかんねえな。5つ星に上がった。あ、出ました、ウィングボール。65までのポケモンが指示聞いてくれる。オッケーオッケー。ウィングボールめっちゃ強かったからね。ちょっとこれ作ってから行こうか。純白の糖度を調査できるのは君だけと言っても過言ではない。なんで？寒いから？みんな寒いとこ苦手なんかな。ほんなら、ちょっとウィングボールだけ作ってから糖度行くわ。一応ボングリもね、ここで買えるから。うん、だから正直もう畑で今作ってるけど別にいらんのよな。もう作る必要ねえの。うん、金がありゃ解決できんの、この世の中は。お前がプロポチャのポッチャマな。よろしくな。ああ、行きええやん。なんかちょっと模様とか違うかったらいいのにね。もっと、もちろん特別感が欲しかったわ。よっしゃ、行こう。あ、なんや、待て、ポッチャマ戦闘やねんけど俺。あ、まだです。うっそ、ぴょーん。うん、え、ちょっと待って花進んでません？まだです言うてんねんけど。ああ、何もない現状で僕たちが介入する必要があるのが疑問ですし、何よりオカリン君にとっても危険極まりない任務です。俺いつもさ、この博士のヒゲがさ、時計に見えてしゃあないのよな。時計のあの針の先っちょにあるあれ。まあ、今行く必要ないみたいな、そういうことかな。安心のため？ポケモン知ることは安心安全につながりますが、調査ではなく沈めることを目的とした任務はいかがなものでしょうか。わ、対立じゃんこれ。内部戦争起こるぞ。あ、何もない。わ、ちょっと待って、遠慮します、やめます。あなたに勝て無理やりやねんけど、無理やり。おー、あ、危ねえ。もういきなりポッチャマ死ぬとこやったんけ。ほんな、グライガーで行きましょうか。
勝ちますってぐらいがもう進化そろそろできるんちゃうかな。でも40で進化せえへんってことはグライガーもなんかまだ石とかなんかな、なんか石っぽく。バリアード好きなお前物好きやな。バリアード好きなやつこの世におらんからな言うとくけど。うわお前初手そんなんしてくんの、マジかよ。だってお前あれ技説明オッケーオッケーオッケー。あ毒好き抜群や、よしじゃあ毒好きうい、はいワンパーン、はいバリ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 、はい次なんやねん。あれお前そんなん持ってたっけ。ブレイブバード、あーでも耐えた。ブレイブバードなんか覚えたっけ。でも毒好きかなグライガーのタイプ的に。はい、あナイス削り、あ、ナイスナイスナイス。これはもう一回毒好きが出ればよし、でかいグライガー大活躍。てかあれや、今作のポケモンさ入れ替えるってやつがないからそれがちょっと厳しいんか。ほら弱ってるから入れ替えて経験値を入れようみたいな、そういうことができひんねんや。なるほどな。なんかポケモンやたらやられると思ったやたら瀕死になると思ったわ。オッケー、ほんなら毒針千本今回も使いまくってハリーセン進化させよう。おい鳴き声が怖い、まずい。そんなアホな力技強すぎでしょう。あほらポッタエシ行こうか。ポッタエシに経験値入れてもうさっさと進化させよう。体当たりってお前体当たりなんか覚えてんの。うえー体当たりが最強の技なのである。決着、あなたとポケモンが共に戦う姿すごく自然ですよね。おこの表情好きやわ、この表情とポーズな。あまだ上がらんか。新しい技、もしかしたら新しい技に違うのがあんのかな。特にないな。ツバメ返しぐらい多分これな、つぶらな瞳がその特別ななんかやと思うねんな見た感じで。捨て身タックルも特別なんかな。あ大量発生、フワライドの大量発生、さすがに効率悪い気すんねんけど、これは効率悪いわ、やめよう。よしじゃあ東堂行きますか。てかこれよう見たらさ北海道じゃねこれ形、完全に北海道の形してるよなマップが。今気づいたわ。さあやってきました東堂ですね。なんか騎士感すごいな、なんか今までもあったような気すんねんけど。あ、なんやあれ、別荘ありますやん誰かの。なんですか、寒いな。おお気持ち悪い、どうしたん。いても材料集めでタオファさん率いる製造隊がたまに来るぐらいですかね。え、キャプテンおらへんの。クレベースがいる氷山の戦場もはるかこの先です。クレベースの任務は危険だと推測されるのです。カユさんや関さんのお話を聞き無理を避けるようにしてください。あ、じゃあキャプテンおらんっぽいな。あ冷やっこいでしょう。え、ひゃこいな。うん、年寄りみたいなこと言うて、おめえ寒くねえのかよ。ほんまやな、こんなスケベな格好で。はあ、むしろ暑いぐらいだけど。それに先生であればもっと冷たいところにおられる。先生、真珠団だから混合団だからではなく、おめえとは分かり合えない感じだな。そうだよ、神王様は空間を作り出された存在。言葉は悪いけど関たち、混合団という時間を生み出した神王様は違う存在じゃないの。わあ、それぞれの派閥が。うん、持ち上げんかええか。先生であればいつものところだよ。あ、じゃあその先生がキャプテンなんかな。
その先生ってハゲレンゲ、ハマレンゲさんだよな。最も冷たいところだと言ったら氷海のそばに決まっている。ほう、だってよ、行くとするか。了解。もう人置いていくの？時間に追われてせかせかとしているやつは好かないな。了解、一緒に行こうや、かいちゃん。あ、危ないで、滑んで。ええの？真珠団のハマレンゲ。あ、真珠団のパーティーなんや、そいつは。あ、雪割れてんや。うん、え、しんの、寒いの？あかん、動いて、動いてあかん、危ないで、危ないよー。おいー、え、雪割れ連れて行きたいな。なんやろ、お前、これ。はよ、ぽったり進化させたいな。よし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 。あ、レベルアップした。進化来ました、オッケー。もう早速ぽったりして進化させよう。ほんで、こいつ置いていこう。な。よーし。これでエンペルトも図鑑埋まるということで。いいね。はい、エンペルト。38って結構高いな。あ、なんか洞窟ある。で、目的地としては、ここか。切っ先神殿。切っ先神殿の直前で死んでるやついる。ふつすけ。ふつすけ大丈夫か。あ、あれ、エイパムか。あ、ちょっと待てよ。これ奥行けへんな、俺。いや、でもこれ、エイパム打つことはいけんのか。危な。危ね。思ったより深いんですけど。これでエイパム打つこったら、あ、いけるな。まあ、いけるが、ちょっとこの洞窟も気になるよね、と。うん。よいしょ。これ入っていこうか。一応、投げといて。わー、すげー。クレバスの抜け道。これどこ行くの、これ。だいぶ右の方行くんやけど。あ？何やあれ。え？何これ、こんなポケモン知らん俺。なんてやつ。お、カチコール。カッチンコッチンや。これが進化したらクレベースになるのかな。なんかそんな気すんな。うわー、こいつも連れて行きたいな。あ、もうそんなポッチャマいらんやん。どうしよう。あれ、抜けちゃった。こっち抜けたから、あ、違うわ、こっちが正解か。これでニューラの上に出てくるって感じかな、多分。そうよね、はいはいはい。そこ出てきまして、あ、もう結構近いぞ、ほら目の、おお、あ、ウリムーやん。やっぱ怒ってるやん。なんで怒ってんの。逃げんな。ほっ、あかん、このボールあかんな、このボールあかんな。よし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 。マンムーも捕まえたいけど、ちょっと今回は見逃してやろう。あ、ちょっと待って、ボールがね、あれあれ、俺フェザーボールいっぱい作ったのに、ボールあらへんやん。どうなってんねん。よし、ボールもしっかり調達してきたんで、いきますか。ミミロルってこんなとこに出るんや。なんか草原にいるイメージやったけどね。冬のポケモンなんや。お、うわ、なんかもう目が床が白飛びしてます。は、はい、なに、あ、エレブーちゃん、エレブーや、エレブー。おい、なんでお前、索敵範囲広。あ、全然ちゃうとこ行ってる。まあ、ちゃうとこ行ってもええんやけど。うわ、マッチョいる。ちょ、こいつ捕まえるか。ほっ、どうですか。あっちにも洞窟あるな。うい、あかんか、怒った。まあ、ひとまずじゃあカイちゃんの方行こうか。カエリギーとかは後で捕まえよう。あ、危ねえ、おい、なにこれ、なんか落とし穴あんねんけど。あ、鬼氷も進化してはるやん、マジ。雪です。
マジか、こんな表んところにいるとは思わなかったぜ。よーし、ハイパーボール用意、ハイパーボール用意。おー捕まった余裕や。47。じゃあもう雪わらしと交代したんやけど、雪わらしより絶対いいやん。あ、カッチンこっちにおるやん。カッチンこっちにアタック、全然届きまへんな。そこがなんか頭でかないお前。こちらにいらっしゃるのがクレベースのキャプテンで、私の尊敬するハマ先生なの。あ、一応キャプテンおったね。まずは名乗るといたしましょう。私はハマレンゲ、新時代のキャプテンを務めております。お前さんが銀河団のオカリンさんですね。お前さんに問いたい。何故クレベースを沈めるのです？任務だからです。俺は任務を遂行するだけのロボット。知らん、任務だからだ。細かいことを言うな。さらに問いますぞ。銀河団の任務かどうかではなく、お前さんの意思はどうなんですか？知らん、俺は任務に遂行するだけ。誰にもどのポケモンにも迷惑をかけておりませぬぞ。なんかクレーマーみたいなあれを言いよるな。お前ハマ先生熱くなってるよ。確かにクレベースはおとなしく何ら問題を起こしておりません。ですがあの巨体、いつ暴れるかという皆の不安を取り除くのも務めでは。そんなでかいんや。だがそれなら私たちでこのものを確かめねばならん。え、この裏の氷がクレベースちゃうよなこのバカでかいやつちゃうよな。ほらポケモンだそうや。おい行きます。どうせお前氷やろ。氷も私の筋肉もカッチカチだからな。砕けるか。あ、鬼氷や。おっしゃ、ハリー戦ちょっと相性悪いか。毒ハリ、なんか強い。お前鬼氷より絶対こっちの方が強いやろ。次俺のターン、俺のターン。おお、俺のターン無視すんなって。ほなー雪ねー。はい、もうなんで野生のポケモン入ってくんの？それともあいつが常識なくて2体同時に出してるだけ？あっ、これレベル低っうちレベル低っ。そんなバカな。てか相手のポケモンなんだ。またお前、待って、さっき3ないじゃないわ。雪目の子やった方がいいよな。ワンチャン向こうまだ2体持ってたりしたら大変やから。あーでも次死ぬな。早技したところでやから。マジカルシャインで雪目の子、あ24や、思ったより低かった。あーそれやったらドリンキスでよかったかもな。チクったな。大変、上出て、あー大変か。まずいぞ、ヒータイプもらへんから。地面効かへんのか。え、地面効かへんの鬼氷。氷って地面弱点やったような気すんねんけど。まあいいか。で、毒好きが強いな。こいつ威力80もあるからさ、ちょっと意外よね。耐えろ。お前抜群やったんか。逆にお前が、まずい、なんかもう、かわいい三重字しかおらへんねんけど。ちっちゃいものクラブしかおらへん。どうしよう。ちっちゃいものクラブや。まずいですよ。とりあえず一回でもいいから。力技かな。強引に押していこうか。うらっ！よし！これはいける。つぶて。いける。これ耐える。え、まずい。いやー無理か。え、これ2匹乗ったら俺負けやな。相手ポッチャマ行くポッチャマ行こうか。プロポチャのポッチャマ、よーし、プロポチャアタック、ドーン、ナイスプロポチャ。さあこれで終わってくれ。オッケー、決着。うわー5300、深まる進化可能、ナイス。あれだよ、お見事だよ。硬い氷を砕きやがったな。おい、お前さんたち、この人は大丈夫だよ。判断基準それなんや。
私たちは信じてるの。クレベースを沈めるなら永遠の氷を得てキングマに来るといいでしょう。永遠の氷。お、空を飛ぶ力が必要。へえ。わさびな。なんか大ニューラがあったらさ、大体もう空飛ばんでもいけんねんけど、まだそっちの方が楽よね、飛ぶ方が。いいか、クルベースが好む永遠の氷は純白の凍土に隣接する氷塊の上にあるんだよ。はあ、そこで混合団の出番だ。人はもちろん大ニューラも登れない。氷やからか。空から近づくって寸法よ。氷塊だが、浜先生はあの2メートルのところまで、あと2メートルのところまで登ったそうだ。筋肉は正義だな。へえ。わさびだが本当に飛んでるやつでな。まあ喫石神殿に向かえばどっかで会えるだろうよ。あ、お、向こうから来た。なんや、あのマリモ。あら、ロリや、ロリ。千里眼で見えちゃった。あたしと鬼ごっこだよね。あたしのとこまで来ることができるかな？なぜあのような場所に。確かに飛んでるけど。お前さんはわさびを追いかける。私は寸歌を教えて鍛える。はい、わかりました。声をかける。え、これ登れんの俺。声かけさせて。お嬢ちゃん。お嬢ちゃん、どっから行こうか。こっちか。あ、いけるやん、いけるやん。オッケー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 。お。いやー、お。おー、あ、これか。なんか、PV でおったな。はじめまして、私の名前はわさび。よろしく、よろしくです。頭のあれがわさびっぽいね。わさびの遊び相手にいいかも。わかってるって、ウォーグルの力を貸せってことだよね。いいよ。あ、やった。え、マジ？捕まえなあかんの？行こう、ウォーグル。お前飛ぶのずるいんやけど。どこ行くん？このとこまで行ったんか。まあでもそれやったら一旦帰った方が効率いいかな。ポケモンも瀕死やし、ちょ、一旦帰るわ。よし、じゃあ今日はここまでかな。ここで一旦寝て、あ、夜とか行ってみたいな。一旦夜にして、次回の冒険は夜の凍土をね、探検してみようかなと思います。よし。なんかお前、え？お前出てき方が傲慢すぎん？出した段階で座ってんねんけど。お前さすが、さすがプロパチャ様でございます。お見それしました、そのでかい態度。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、で今日の冒険はね、ここまでにしていこうかなと思います。またプロポチャのポッチャもね、これなんかこんな特別な新要素あるよみたいなのあったら、ぜひねコメントで教えてくれると嬉しいです。それでは今日の冒険いいなって思ってくれたら、グッドボタン押してくれると嬉しいです。それではお疲れ様でした。バイビー。